どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グールリ、インボーク、リニューアル記念の派遣ガシャ、更新されまして、売り上げが追加されたんで、早速確定、ピックアップ確定ってわけではないんですね、派遣ガシャは。10連を3回まで引くと、こっちか。10連3回まで引くと、派遣ピックアップ SSR 一種が 30% で、その他派遣 SSR が70% ということで、 SSR 自体は、確定らしいんですが、まあ必ずしもこの何て言うんですか、ピックアップが確定出るわけではなくて、まだ確率自体はね、30% と高いんですけど、まあ確定で出るわけではないよということでですね、まずはこっちじゃなくて SSR チケットで、引いていきたいと思います。どこだったかな、確かね1枚持ってたんですよね。あ、これですね。これは売り上げが出ないかもしれない。あ、この2人が入ってるだけなのかな。まあいいや、1回じゃあ行きますか。これこの前のメンテナンスで配られたやつですよね。 なんで配られたんだこれ、どういう意図っていうか経緯で配られたんでしたっけ、全然覚えてないんですけど、今んとこムツキとアリマとフクロウを1枚ずつ持ってて、サイコは持ってないんですね、派遣の方では。グールということはフクロウなんでしょうか。あ、これノロもいるんだ。あ、そういやノロもいたな、忘れてましたね。あ、まあでも全員まんべんなく、今んとこ当てれてるんで、とりあえずあと持ってないのは、サイコの SSR と、ウリエですかね。なるほどね。じゃあ行きますか。リニューアル記念派遣ガシャ、まず10連1回目行きます。まあね、あの派遣もね、いっぺんに出すとね結構成功率低いなって思う時ないですか。 50% 失敗した時だよね。失敗した時にキャラがいねえ状況で 30% 台になったりとか時々するんですけど、操作感、お、ヤモリ、おー、OKOKOK、 まずピックアップを引いていく。あ、派遣ガシャあれだな、そんな引いてないから結構新しく見るやつらばっかりですね。じゃあ20連目、これボックスがいっぱいになっちゃうかもしれないな。チュイーン、あー SR か、まあしゃあない。フラスさんていうかさ、気づきました、あの前回かな、前々回の東京グール RE10 話10話10話かな、まだあのシラズが夏クラッカーのクイーン系を使えなくて悩んでる時なんですけど、あそこさ、ジャックのさ、最後フラとさ、その学生の時の有馬が話してる最中の野球のグラウンドを見つめる芝生っていうか草の上ってさ、シラズとフラがさ話してたの気づきました。あそこですよ、南のクイーン系を使えるようになるまでの経緯をフラが話してるとこのシーンなんですけどね。お、操作感いいぞ。どうせならちょっと最高欲しいですね、1枚ずつ揃えたいんで。はい、ということですね、一級フラグ建築士は今回もフラグを回収しましたということで、ムツキかぶりました。ムツキの効果はですね、派遣の成功率 5% アップだったかな。まあでも、全然使えると思います。はい、ということで、お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様です。